背番号19番寺田哲也選手です、そうなるんだ。寺田は1点差までウィンクされちゃったけど、ベンチ内に見当たりません、寺田哲也選手行方不明でございます。寺田哲也選手の代わりに橋上監督勝利投手です。おめでとうございます寺田選手にはマルサープレゼンツ勝利投手賞が贈られます。そしてここハードオフエコスタジアム新潟ではさらに株式会社葉山提供の葉山賞としてガソリン券5000円分が贈られます。監督ナイスピッチおめでとうございます。さあ本物の勝利投手賞寺田選手です。おめでとうございます。今日のピッチング振り返ってください。はい、なんて言っていいか、はい、納得いかないかな。あまり納得いかないピッチングだったということですが、これで、ま、何はともあれ6勝目となります。これからですね、サポーターの皆さんに熱いメッセージをお願いします。しっかり勝ちに貢献できるようなピッチングをできるように頑張っているので、これからも応援よろしくお願いします。おめでとうございます。6勝目を挙げました勝利投手賞寺田哲也選手でした。